補助貨幣は、主たる貨幣、すなわち、本位貨幣に対する、補助的な貨幣に対して規定されていた名称である。主に奨学決済のために発行されていた。19世紀頃から各国で、金本位制が導入された際、銀貨の実質価値が、額面価値より減量され、補助銀貨となる例が多かった。補助貨幣は、本位貨幣制度下における概念であり、 本位貨幣が存在しない現在では法令に公式の補助貨幣は存在しない。日本では1988年3月末に貨幣法及び臨時通貨法が廃止されるまでは補助貨幣は銀行権に対立する用語として効果の意味として一般には用いられていた。これは1988年以前の約半世紀にわたって日本の効果が 臨時通貨法を根拠法として、臨時補助貨幣として発行され、当時の事実上の現金通貨が、日本銀行券と臨時補助貨幣のみであったからである。実際には、貨幣法の下では、臨時補助貨幣も含めて、日本の補助貨幣は、本位貨幣である金貨に対する補助貨幣であった。貨幣法及び、臨時通貨法が廃止され、1988年4月以降、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が日本の貨幣を発行する根拠法となった現在では造幣局が製造し政府が発行する効果は貨幣と称し補助貨幣と称することは法令上正しくない。また臨時補助貨幣も現在の貨幣も日本銀行券に対する補助と規定されているわけではない。何の 補助であるかの問いに答えるには、貨幣関連の法令や歴史的経緯を理解する必要がある。通常は、効果が補助貨幣に充てられたが、時に政府紙幣などの紙幣が用いられることもあった。銀行券などと共に法定通貨とされることが通常だが、法定通貨としての強制力においては、一回の決済での総額面や使用枚数に制限があることが多い。 小額の本位貨幣を鋳造することは技術面の問題から困難であり、これを補うために本位貨幣の素材よりも素材価値が低い金属で鋳造されることが多い。また、小額貨幣材料としての銀の高騰により、銀貨が国外に流出、溶解されて小額貨幣の不足をきたすなどの事象に遭遇した経験から、 額面価格よりも低い価値素材で鋳造される場合や、銀貨では、額面の実質価値より減量するか品位を下げる等の、措置が取られる場合があり、定位貨幣として位置づけられている。この定位貨幣のうち小額のものは、主として、国内の小取引に用いられ、貨幣価値の単位以下であり、本位貨幣の交換媒介物の作用を補助する、ところから、補助貨幣と称される。 補助貨幣と定位貨幣は、ほぼ同一のように扱われることが多いが、イギリスの1クラウン銀貨やアメリカの1ドル銀貨の、ように高額のものは、定位貨幣と位置づけられた。このため、制限法化として、一定の金額の範囲内でのみ、強制通用力を持っている場合が多かった。従って、経済の混乱や、 補助貨幣の素材の不足による素材価値の上昇によって額面価値と素材価値に大きな乖離が発生した場合には補助貨幣が溶解されて必要な流通量が確保できないという状況も想定された。補助貨幣は本位貨幣と異なり自由駐造は認められない。仮に認められるとなれば一般に補助貨幣は額面が 実質価値を上回る定位貨幣としての性質を持つため、再起を得ようと造幣局に地金を湯納をめして、補助貨幣の鋳造を請求する者が殺到して、補助貨幣の供給過剰が生じ、流通価値が実質価値に接近するまで定額し、流通の状態を格乱するからである。補助貨幣の発行は、政府の計算推定によって鋳造が制限されるべき。 性質のものであった。江戸時代において、1765年に鋳造された五問目銀は、原文小判に対し12枚の固定相場制を意図した、もので事実上の金銀副本位制であったが市場では、敬遠され流通しなかった。1772年に鋳造された、南領二主銀は、原文銀より、額面に対し純銀量が、約25%減量されており、 小判に対する、事実上の補助貨幣であった。しかし、オフレで補助と規定されてもなければ、通用制限額が設定されたわけでもなかった。1871年発行の50銭補助銀貨。明治4年5月10日交付の進化条例では、本位金貨の他に50銭以下の貨幣が定められたが、この法令の文面では、定位の銀貨幣及び、定位の同貨と定められ、さらに、 定位と破本位貨幣の補助にして制度によりてその値位いを低めて融通をし、車のなり子に通用の際これか制限をせつけて交通の定義とすと明記されている。この進化条例は明治8年6月25日に貨幣条例と改められて交付され、補助の銀貨及び補助の同化の表記となった。補助銀貨の通用制限額は 金種の混用に関わりなく一回の取引につき、最高額で10円、同価は、同様に1円とされた。明治4年当初は、50銭以下の銀貨は1円銀貨より、額面に比して、両目、品位もに削減されていたが、明治6年から、両目は、額面比例、品位のみ下げる改正となった。明治30年10月1日施行の、貨幣法においては、 本位金貨の他に50銭以下の銀貨幣、白銅貨幣及び、青銅貨幣が定められ、これらにも、宝貨としての通用制限額が、青銅貨、白銅貨ともに、金種の混用に関わりなく1回の取引につき、最高額で1円と定められた。白銅貨については、対象9年から、通用制限額は5円に引き上げられた。1906年、 1918年及び1922年には、銀価格の高騰から、補助銀貨の両目削減の改正が行われた。昭和13年6月1日施行の、臨時通貨法では、政府は、貨幣法に定めるもののほかに、臨時補助貨幣を発行することが可能となり、これ以降発行される効果はすべて通用制限額が、定められた、臨時補助貨幣となった。 臨時補助貨幣は10銭及び5銭が5円、1銭が1円まで、法課として通用すると規定された。50銭王道貨幣の通用制限額は10円までと、され、以降追加された、円単位の臨時補助貨幣の通用制限額はすべて、額面の20倍に定められた。昭和63年4月1日施行の通貨の単位、及び貨幣の発行等に関する法律では、 本位貨幣が廃止され一部の臨時補助貨幣のみが、同法律に基づいて発行された貨幣とみなされることになり、引き続き通用力を有したのであるが、本位貨幣の廃止に伴い名目上、補助は意味をなさないものとなり、同法律により貨幣と称されることとなった。このため、現在、日本円の効果は貨幣とは称するものの、この法律施行以前に発行されていた。 臨時補助貨幣の様式及び、法定通貨としての通用制限を事実上そのまま踏襲したものであり、補助貨幣的な性格を有するものである。さらに、同法律では不足において、その他の法令の条文に従来、補助貨幣とあったものも、貨幣と変更されることが規定され、補助貨幣は、法令から姿を消した。1844年の一クラウン定 イギリスにおいて造幣局長であったアイザック・ニュートンは1717 17年に1ギニー金貨は銀貨21シリングに等価であるとして金銀比貨を定めたこの当時1トロイポンドの金貨は44.5ギニーに相当し1トロイポンドの銀貨は62シリングに相当したため金銀比貨は115.21となったニュートンが 金銀非課を定めることにより法的には金銀副本位制となったが、この非課は当時の相場より金高に設定されていたため、悪化である金貨が流通を独占し銀貨は国外に流出した。また国内に流通していた銀貨には削り取りされた軽量銀貨が横行し、1774年には銀貨による支払いは1回につけ25ポンドまでを、 効果として通用すると定め、それ以上は銀字金扱いとなり、銀貨は実質的に補助貨幣扱いとなった。1798年には銀貨の自由鋳造が停止され、1816年の金本位制施工時には銀貨については1トロイポンドの銀貨が66シリングと軽量化され、補助貨幣となった。この時銀貨は、 法課としての通用制限額が40シリングまでと、された。下落を続けていた、銀価格が第一次世界大戦後に上昇に転じ1920年2月には1オンス89.5ペンスと高騰を見たため銀価にいつぶしの懸念が生じ、1920年には、銀価の品位を925、1000から500、1000と大幅な引き下げに至った。 1931年にイギリスは事実上金本位制から離脱した。1871年名の1フラン定位銀貨フランスでは、1803年の鋳造法で、金貨は1フランあたり10、31グラムであり、銀貨は1フランあたり5グラムと、金銀非価が1、15.5に定められた、金銀副本位制であった。1864年に、 金貨は従来通り、銀貨は、両目は従来通りで日に、日喩が835、銭に下げられ、低位貨幣となった。翌年1865年に結成された、ラテン通貨同盟によって、金銀比貨1、15.5の防衛を図ったが、銀価格の下落とそれに伴う世界的な金、本位制へのシフトの情勢の中で、1873年には、事実上、 1878年には、正式に、金本位制が施行された。1865年の同盟国では2フラン以下の、補助銀貨は50フランまで放価として通用すると、制限額が定められた。1936年には事実上金本位制から、離脱した。1858年名の1、ニドル定位銀貨。 アメリカ合衆国においては1792年の貨幣法以来金銀副本位制であったが1849年頃からのゴールドラッシュによる金価格の下落から銀相場が相対的に上昇し銀価の逸物ぶしや国外流出の懸念が生じたことから1853年に1、2ドル以下の銀価の両目が削減された 従来は1ドル銀貨に対し1、2ドル以下も、額面比例の両目であり、1837年から1853年までは1ドル銀貨が412.5グレーン、1、2ドル銀貨が206.25グレーン、1、4ドル銀貨は103.125グレーン、1ダイム銀貨は41.25グレーンと、同様に額面に比例し、すべての銀品位は900、 1000であった。1853年の法令では1、2ドル銀貨を192グレーン、1、4ドル銀貨は96グレーン、1、ダイム銀貨は38.4グレーンと従来より約7%両目を削減して、いつぶしや海外流出を防止し、小学効果の不足の危機から逃れた。1ドル銀貨の両目は従来通りとされた。 これは事実上の金銀副本位制からの離脱であり、1、2ドル銀貨以下は実質的に補助銀貨となった。この時銀貨は最大5ドルまで法定通貨としての通用制限額が規定された。1859年以降のネバダ州における膨大な銀行の開発から今度は逆に銀価格が下落し、1873年には完全に 金銀副本位制が破棄され、金本位制となり、1、2ドル銀貨、1、4ドル銀貨、1ダイム銀貨の効果が、補助銀貨として発行され、1、2ドル銀貨以下は両目をわずかに増加し、1、2ドル銀貨は12.5グラム、1、4ドル銀貨は6.25グラム、1ダイム銀貨は2.5グラム、いずれも、品に900、1000だったが1ドル銀貨より、 額面あたりの両目が依然少なかった。この時は1ドル銀貨は貿易銀として一般の通貨からしばらく姿を消した。1ドル銀貨は1878年から多量に発行されるようになり再び412.5グレーン、品位900セント元の両目、品位に戻った。金貨は無制限通用であったが銀貨は 法定通貨としての通用制限額は最大5ドルまでとされた。1878年2月のブランドアリソン法案では1ドル銀貨は放貨として無制限通用とされたが自由鋳造は認めず政府が市場価格で銀次金を購入し造幣局に湯を冷めして銀貨に鋳造されることとなった。金銀副本位制への復帰の意見もあったが1ドルも 含め銀貨は、補助貨幣に止まる折中安定な解決となった。1879年6月には1、2ドル以下の銀貨の通用制限額が10ドルに引き上げられた。1933年には、ルーズベルト大統領は、大統領命令6102号を発令して、アメリカ市民の金保有を禁止し、金保位制、金貨の製造も停止された。同年施行された。 農業調整法では、銀貨の通用制限が撤廃された。翌年には、政府の金買い入れ価格が一ンスイコール35ドルと、平価引き下げとなり、ブレトンウッズ協定に引き継がれたが、1976年には、金、ドルの関連付けが放棄され、アメリカは、完全に、金本位制から離脱することになった。アメリカの金貨も、本位貨幣としての地位は失ったが、 廃貨措置は取られておらず、金貨も含めすべての効果は、無制限に放課である。銀貨はそのままの両目、品位で1ドル銀貨は1935年まで、1、2ドル銀貨以下は1964年まで、製造された。金本位制の時代において、仮に補助貨幣が放課として、無制限に強制通用力を有するならば、とされる。これらのうち、 本位貨幣制度が廃止された現在では1と3は意義を失っているが2と4については現在の効果についても妥当性を有していると考えられている。日本においては補助貨幣と呼ばれていた時代の効果としての通用制限が現在も事実上投資されている。現在では日本を含めて各国では補助貨幣そのものは存在しないが 現在各国において一般に流通している効果の硬貨としての通用制限の状況を示すと、日本以外では硬貨として無制限通用であることが多い。硬貨としての通用制限額はあくまで強制通用力としての制限であり、支払い側と受け取り側の合意のもとではこの限りではない。天皇陛下御在位60年記念貨幣。 臨時補助貨幣として発行された10万円金貨。もはや貨幣法の差す20円、10円、5円金貨を補助する、奨学効果とは考えにくいほど、形外化した。日本の効果が、法定通貨としての強制力を有するのは、1回の決済につき、同一額面の貨幣それぞれについて20枚までである。これは、臨時通貨法に明記されていた。 円単位の臨時補助貨幣の通用制限額を通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の下でも事実上そのまま踏襲した結果である。また必ずしも通貨としての流通を目的としない記念貨幣としても10万円金貨のような金を財質とする効果が臨時通貨法の下で臨時補助貨幣として発行されたことがある。 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律第二条において十万円金貨は二百万円まで放貨として通用すると規定された。この十万円金貨を含め現在日本の記念貨幣もすべて二十枚まで放貨として通用する。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国のスターリングポンドでは 1>, 1ポンド以上の効果は、法貨として、無制限通用が認められ、20、25、50ペンス効果は10ポンドまで、5、10ペンス効果は5ポンドまで、1ペニー、2ペンス効果は20ペンスまで法貨として通用する。中華人民共和国の人民元の奨学貨幣である、タスク幣の強制通用力には、制限が設けられていない。アメリカ合衆国では、 1933年の法令で銀貨の放価としての通用制限額が撤廃されたが、1965年の貨幣法において、すべての硬貨について、放価として無制限通用であることが改めて示された。ユーロ圏においては、ユーロ硬貨は借金返済などに対し、全面的に受け入れられるべきとして、放価としての制限はないとされるが、 何人も一回の支払いについて50枚を上回る、貨幣の受領を強制されることはないとされている。世界大百科事典は、貨幣法及び、臨時通貨法が、現行法であるという前提で解説されており、これは1988年以前を指している。日本貨幣物語及び、新定貨幣手帳出版当時も、貨幣法及び、臨時通貨法が、現行法であった。 昭和6年12月を最後に、金打艦は停止され、昭和17年2月の旧日本銀行法、制定により、金貨の自由駐造も適用されないこととなり、金本位制は名目化し、金貨は1988年3月末まで、現行貨幣であったものの全く有名無実のもので、あったゆえ、事実上は、本位貨幣不在の補助貨幣流通が状態化していた。 日に九925000のスターリングシルバー1トロイオンスあたりの価格。ありがとうございます。